はい、井上明のターミナル1。はい、まずは時刻、まあこれは問題ないですけどね、普通の時刻のまま行きましょう。はい、無事の何もなく出国と、普通にね、普通に出国できました。驚いたのが検査ね、荷物検査で調べられてる時にビデオを撮ってるお客さんいるんですね。あれでこういろんな被害から自分を守るのでいい点やなと、ああやって堂々とビデオを撮りながら、はい、調べてくれってやってるのは素晴らしいなと思いました。大阪行き一番上ですね。ハイラウンジ、ラウンジはこっちのね、何階か3階かなんか言うてましたね。4階マブハイラウンジターミナルは4階になってます。だいぶ進展した感じ。ニューラウンジ、めちゃめちゃ広い、めちゃめちゃ広いラウンジ。ラウンジ君の料理もめっちゃバージョンアップしてます。料理もこのラザニア、チキンウィンズから、こういう料理から、ベジタブルまで、寿司も、デザートも、今まではしょぼかったら食べませんでしたけど、これなら食べれると。ベジタブルザラザニア最高、これマジで。はいはい、快適なラウンジ。さあ、オンボーディ。搭乗。はい、無事入国。簡単。日本は11度、寒い。まあ紅葉もね、色変わってます。